ということで初めてのゴスペラドライブ行ってきます。いやちょっとこれ人多いですよ。皆さんこんばんは、大分の高千穂館です。今回初めてゴスペラーズのコンサートに行ってまいりました。いやーちょっとですね、興奮の後ですが、現在ですね、まあちょっと本来であれば、まあ部屋でですね、ゆっくり撮りたいところなんですが、まあいかんせんちょっと時間がなくてですね、今ライブが終わって今9時半なんですけども、で明日また朝早く起きて、熊本にちょっとご当地決定を受けるんですよね。このね、もうほんと試験前にね、このゴスペラーズのライブに行くという、まあ世の中涙男でございますよ。申し訳ございません。もう大分の親方というか、包皮のですね、破天荒男と呼んでくださいね。もう、ぶっちぎれ、包皮のおっさん、みたいな感じでですね。まあたまたままあ私、その日産車乗ってますから、ですね、なんか申し訳ないんですけども、まあちょっとね、皆さんお見苦しい点があるとございますし、今、弥生県でチゲ鍋食べて、汗が出てますので、踊る肉団子の甘酢状態でなっておりますが、どうかご容赦ください。もう今回ちょっと移動中にですね、もう、感想を言いますので、で、まあ皆さんにご紹介できればと思います。ただ、いかんせん、この、何も原稿もないままアドリブで言いますので、話が飛んだら申し訳ございません。ということでですね、まあ、ゴスペラーズは皆さんご存知だと思います。アカペラのですね、コーラスグループでございますが、男性5人でございます。昨年ですね、の末に、メジャーデビュー25周年を迎えられました。本当におめでとうございます。そのですね、まあ、25周年の、全国ツアーが現在行われております。全部でですね、56かなんかそのくらい公演があるんですが、今回大分が14番目ぐらいでですね、まあ3分の1、現在序盤を回っているということでございます。まあもちろんセットリストについてはですね、これから、まあご覧になる方もいらっしゃると思いますので、まあ最後にですね、ちらっとセットリストのですね、写真は載せますので、まだ見れたくない方はですね、ぜひ最後は避けてください。知り切れてもスパッとお願いいたします。ライブにつきましてですが、本当、私、昨年の11月からですね、ほぼ4ヶ月連続でライブを見ております。11月に、まあ、モーニング娘。のライブを見て、で、12月にスターダストレビューさんを見まして、そして、まあ、2月1日ですけども、ほぼほぼ1月ということで、ゴスペラーズさん、そして今月末が、ディーンと、どんどん続いております。まあ、余談ですけど、3月を、まあ、ちょっとお休みして、4月にモーニング娘。また福岡で、そして、5月にビヨンズ福岡をまた見に行きますので、まあ、本当にですね、いろんなアーティストの皆様のですね、ダンスや歌のパフォーマンスを見させていただいております。本当に幸せ者でございます。まあ、見れるときですね、いろんなアーティストの音楽を楽しむと、こう視野も広がりますし、もう人生の楽しみが多くなるのかなと思っております。で、ゴスペラーズにつきましては、まあ、私が中学校のときにですね、約もう20年前ですね、に一人だったかな。で、まあ、テレビで相当有名になって、そこからゴスペラーズさんと知りました。でですね、まあ今回ですね、そのツアーのですね、CM がまあ大分で流れてまして、ですね、そこでまあ2曲、1、2、3、4、5での、1、2、3、4、5と、ガラスの靴でのですね、ミモザが流れておりました。でこの曲聴いて、ああ、どっちも好きな曲なんで、これはもうぜひ行こうということで、ね、大分にいらっしゃるということでございますから、チケットを購入して今回ライブに行きました。まあ、1、2、3、4、5についてはですね、まあ、10年ぐらい前ですかね、多分東北ツアーだったと思いますね。東北ツアーというか私がですね、大学時代にこう東北とか北信越をこうずっと1週間かけて鉄道で移動する旅がございましたが、その多分東北のですね、旅行の時に、まあ、ホテルで、ね、この曲と出会いました。これ、ね、NHK で確か10時ぐらいからですね、ゴスペラーズの特集があってまして、その中で新曲ということで、1、2、3、4、5でという、まあ、非常にこう盛り上がる曲で、大人な曲でございまして、これをもうぜひ生で聴きたいというのが一つ。そしてこのミモザでございますが、まあ、元々高校の時にですね、車の CM で使われておりました。でですね、近年ですね、YouTube で見つけたんですけども、ミュージックフェアだと思いますね。ケミストリーさんと一緒にこのミモザを歌われててですね、本当素晴らしい曲で感動しました。音がね、幾重にもですね重
重ねないという本当に素晴らしい曲でハマり、まあ、そこでこう魅了されて、まあ、今回失礼しました、松田にぜひ行こうということで決めました。まあ、余談ですけどキミストリーの川端さんに僕あの似てると言われたことあります。中学時代ね、かなめさんですね、まあ、私の好きなスターダストレベルの方からもかなめさんですね、根本かなめさんですし、私の実はひいじいさんもかなめさんなんですね。まあ、私が生まれる前にちょっと亡くなって会ったことないんですけども、まあ、かなめさんと縁があるのかなと思います。まあ、屋敷かなめとはあまり縁がないですけども、でまあその大分の今回ツアーに参加をいたしました。ですね、まあ、正直ゴスペラーズさんのツイッターを見る限りはですね、当日券が販売されていたということで、まあ、なかなか厳しい戦いなんだかな、 CM も結構直前まで行ってましたので満席行くかなと思ったんですけども、会場行ってびっくりしました。もう満席です。はい、2000人ぐらい入るんですけども、もうほぼみんな3階席までザーッと埋まってます。で今回初参加の私ですが、席は1階席の中段からちょっと後ろの、端の席で見てました。まあ、前回のスターダストレビューさんもまあ似たような位置でした。まあ割とそこそこ見えます。上のですね、イチコグランシアターですね、3階席の奥になると本当ステージの和者というか演者とか見えないんですよ。昔彩香のライブでですね、私3階の一番後ろにいましたけど、もうちょっと米粒レベルで迫力なかったんですが、1階席来ると割と見やすくて迫力がございます。でまあですね、セットリストについては、まあ、あとに載せるとしまして、まあ、まず最初のライブにですね行って最初思ったのは、コスペラーズっていうとダンスもすごいんだなと思いました。まあゴスペルの、まあ、というかね、アカペラのイメージでこう、まあ、正統派でというかこうずっと立ってこうとか座って歌うだけかと思ったら、こういろんな動きとか結構面白いですね。パフォーマンスもあってですね、これはもうみんなトータルで面白いなと思いました。でトークも結構ね切れ味が良くてですね、誰だったかな、安田さんですね、安田さんがこうまあトークをこう仕切ってた場面もあったんですけど、もうこの安田さんのこの外見といい、トークの切りの良さといい、もう1階席から見る限りクリームシューの上田さんみたいな感じで切れが良かったですね。でまたですね、トークの内容につきましては、まあやはりこの大分ネタが多いですね。まあ、まずメンバーが最初におっしゃったのは、大分イコールホバークラフトだと、あのなんか大陸ね、大あの上陸大作戦みたいな、あんなかっこいいホバークラフトなんでなくなったんだっていうふうに嘆いておりましたが、メンバーが初めて大分にいらっしゃったのは2001年だそうですね。翌年が日韓ワールドカップで、まあ大分のですねビッグアイという、まあ、ドームでですね、日本対、どこだったかね、の前は国がですね、まあ、国際親善試合を行いました。その際に実はですね、ゴスペラーズの皆さんが国歌斉唱されたそうなんですね。その後ですね、まあ、大分県庁近くのコツコツ館さんという、まあ、有名な大分の郷土料理屋さんで食事をされたそうです。ディーンもね実は来てるんですよ。でその際ゴスペラーズの皆さんはサッカーの代表ということでの小野伸二選手やですね、稲本選手ですねなどとですね、一緒にお食事をされたということでございます。ね、本当にすごい思い出でございますし、またリーダーの村上さんはですね、実は昨年の秋の、まあ、ラグビーワールドカップの大分大会にいらっしゃっているそうですね。フランス対確かイングランドだったかなと思います。私もその試合見に行ってました。動画でもね、ご紹介いたしますが、それ聞いてびっくりしましたね。まあ、村上さんはですね、釜石迎えたそうで、本当ラグビーもですね、好きなようです。でもさらにまあ、今回大分トリニータにですね、ヘッドコーチ、多分岩瀬コーチだったかな。お名前間違えてたら大変申し訳ございませんが、がまあ、柏からですね、移籍されたんですが、なんとそのヘッドコーチが、高校サッカーの時のサッカー部の後輩だったらしくて、村上さんやから本当優秀なコーチだから、ね、そういう意味でもトリニータが興味ありますということでおっしゃっていただいてありがとうございます。もうぜひですね、また昭和電工ドームって名前が変わってますけども、歌っていただきたいと思います。まだちょっと高速乗ります。まだ1時間ぐらい、ね、自宅に帰ればかかります。またですね、このステージのパフォーマンス、ですね、まあ、曲も本当バラードで、もう正統派のゴスペル、音もなし、伴奏もなし、演奏もなしでですね、声だけでする曲もあれば、結構ダンシブルな盛り上がるこうバックバンドもですね、本当
すごい上手でございまして盛り上がりました、ね、いろんな仕掛けもありますので、ぜひ見てください。で前回のスターダストレビューさんの時とですね同じようにまた電飾ですね、いやライトを見ててですね、やっぱこう照明担当してもすごいなっていろいろ工夫されてるなと思いました。まあ、今回ですねいろんな色を見ながら、あこれなんかミラノドグリーンやけ佐藤正樹ちゃんかなとか、オレンジだ茜ちゃんとか工藤遥ちゃんなみたいにこう盲目で例え出すというね、なんともまあなこともやってましたけども、本当ですねこのオールで見せる視覚でも、ね、耳でも聞かせるというですね素晴らしいパフォーマンスでございました。このまあですね5名の皆さんの本当ハーモニーは素晴らしいですし、本当には泣けるような曲もありましたし、面白い曲もありましたので、ぜひ皆さんのゴスペラーズの皆さんのハーモニーとトーク、そしてダンスもですね聴いてぜひ楽しみましょう、ね、これからまあ九州は、大分が最初ということで、明日が多分宮崎だったと思います、夕方だったかなと思いますし、まあ、これからまだまだ、40カ所近く回られる予想ですので、ぜひお近くにね、まあ、遠くでもいいですけどね、ゴスペラーズの皆さんいらっしゃったら一緒に楽しんでみませんか、ということでですね本当に楽しい時間をありがとうございました。時間にしてはですね、まるまる3時間です。トータルで3時間ございました。まあ結構長いです。村上さんも最初おっしゃってましたけど、90分で終わると思わないでくださいよと、ゴスペラーズ長いんですと、ということで本当に楽しみますので、皆様ぜひ楽しんでくださいということでですね、まあ、ゴスペラーズの本当ライブのレポートはまあ本当に簡単ではございますが、この程度でいたします。後ほどですね瀬戸里も最後にご紹介いたしますので、見たい方のみご覧いただければと存じます。そしてですねまた、まあ、私のこのチャンネルはですね旅行とかお祭りがいやスポーツがメインではございますが、まあ、少しずつこの音楽チャンネルもですねご紹介していただければなと思います。まあ、この文化というのはこう人生を豊かにしますし、いろんな表現ができますからね、それをまた皆様と共有できればと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければいいねボタンやですねまたチャンネル登録もぜひお願いいたします。ということで皆様これからもごきげんよう。そして私は明日朝一から、熊本行って検定頑張ります、ね、大分と、そして第二のふるさと熊本のことも PR したいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。